これから、必勝祈願のために比叡山に登りたいと思います。本来なら今日一緒に登る予定だった、男子スタッフの友の分を思いも背負って登りたいと思います。友、お前の思いを背負って登るから。友、一緒に行くぞ、ついてこい。今回の登山の目的は何ですか？頂上を目指すことじゃなく、友の思いを頂上に運ぶことです。あ、頂上目指してる。行くぞ、トモ。ファイト一発、ファイト一発。必勝祈願を終えて一言お願いします。みんなの思いを乗せてきました。頂上まで行けてよかったです。部員全員の分を山の頂上まで届きました。トモ、お前どうやった？いや、僕も一緒に行けてよかったよ。